北総鉄道、北総鉄道株式会社、北総鉄道は、東京都東部から千葉県北西部を結ぶ北総線を運営する日本の鉄道会社である。京成グループの企業の一つで、京成電鉄が筆頭株主であるほか、千葉県や松戸市など沿線地方公共団体が出資する。本社は、千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷4丁目に所在する。 千葉ニュータウンの建設開始に伴い、1972年3月の都市交通審議会、現在の運輸政策審議会答申第15号が示した2本の東京都心直結ルートの一つを運営するために、形成グループ主体により設立されたものである。なお、もう一つについては、千葉県営鉄道計画路線、北千葉線、現在は計画撤回を参照。その後、 京成電鉄の経営悪化に伴い、千葉ニュータウン建設の事業主体である千葉県1973年に事業に参加した宅地開発公団、後に住宅、都市整備公団、都市基盤整備公団を経て、現在は都市再生機構及び沿線の地方公共団体や金融機関が出資者として加わり、第三セクター会社となった。現在では、 京成電鉄の経営は当時に比べて改善しているが出資比率等は変わっていない。ただ、北総鉄道は第三セクター会社ではあるが、京成グループとしてグループ統一路舗等を車両等に掲示している。営業収益は毎年100億円以上、2013年度は164億円あり、2000年度より14期連続黒字である。 しかし、建設関連に伴う借入金の人へが多く、2014年3月の時点で固定負債が858億円あった。2006年3月末時点では、債務超過額が日本全国の第3セクター鉄道の中で第3位だったが、2012年度の中間決算にて、開業以来の債務超過を解消し、その後も黒字経営が継続している状態である。 北総鉄道は、その設立の経緯から、千葉ニュータウンの建設と密接なつながりを持ち、その車種は、千葉ニュータウン建設の歴史の一部でもある。また、成田空港と都心部のアクセス手段は、東日本旅客鉄道、JR 東日本の成田エクスプレスを呼び、それまで、京成本線を経由していた、京成電鉄のスカイライナーが担ってきたが、北総鉄道の保有する、 北総線が成田スカイアクセスの一部区間を担うことになったことも千葉ニュータウン建設の歴史とともに重要な要素となっており千葉ニュータウン開発が収縮した後は沿線開発と空港連絡鉄道としての役割が同社の歴史となっている千葉ニュータウンの建設は1966年に千葉県が構想を発表し1969年に都市計画を決定した 1970年に小室地区から事業が着手されたものの、用地買収が計画通りに進まず、その間に東京圏への人口集中が鈍化し、住宅確保の緊急性が薄れたこともあって、当初の計画から大幅な変更、縮小を余儀なくされていた。これにより、当時都心への唯一の鉄道アクセス手段であった、北総開発鉄道の旅客数低迷にも直結し、 同社の経営が悪化する主因となった。そのような動きにより、2004年7月に行政改革の一環として行われた特殊法人の見直しに合わせ、住宅、都市整備公団が鉄道事業から撤退することになったのに伴い、開発の名を社名より外して、北総鉄道株式会社とし、北総公団線と呼ばれた路線名も公団を外して、北総線とした。 2010年7月17日より、北総線を経由して、都心と成田空港を結ぶ成田スカイアクセスの開通により、第二種鉄道事業者として、京成電鉄が運行するスカイライナーやアクセス特急が、北総鉄道の線路を要することになり、京成電鉄から得られる路線、施設使用料収入が収益改善に貢献し、2012年に、 債務超過状態を会社設立から40年かけて解消した。北総鉄道は、32. 3 2 3トルの路線を有するが、小室駅インバ日本医大駅間は、第三種鉄道事業者の千葉ニュータウン鉄道が線路などの施設を保有し、北総鉄道は第二種鉄道事業者として運行を行っている。なお、小室駅自体は北総鉄道が所有している。 また、京成電鉄が第二種鉄道事業者として、成田空港へのアクセス列車を運行している、成田空港線、成田スカイアクセスは、北総線と線路などの施設を共用しており、2010年7月17日の成田スカイアクセス開業後は、京成高砂駅に加え、アクセス特急停車駅の東松戸駅、新鎌ヶ谷駅、千葉ニュータウン中央駅、 インバ日本大駅の各駅が共同使用駅となっている京成高砂駅以外の管理は北総鉄道が行う。2013年3月現在、8両編成7本、56両が在籍するが、自社所有の車両は5本、40両で、残りの2本、16両は京成電鉄からのリース車である。その他、千葉ニュータウン鉄道所有の8両編成6本、 48両も管理している。便宜上、同社所有者についてもここに記す。また、千葉ニュータウン鉄道所有者、京成電鉄からのリース車両を含むべての、原油車両が、京浜急行電鉄乗り入れ対策のため、先頭車を電動車としている。整備はすべて、京成電鉄に委託しているが、当初急線型については新京成電鉄に委託して、整備されていた。 当時、京成社や北総社で、千葉ニュータウン中央業の場合、行き先表示の、ニュータウンを大きく表示して、千葉中央業と区別していた。また、京成電鉄から一時的に3400型が、帯色を変更せずに貸し出されたことがある。北総線全線共通、大人普通旅客運賃、小2半額、波数は1円単位で、切り捨て、2015年2月10日改定。 以下の範囲などにおいて連絡定期券の発売が可能であるなど経路や駅によっては発売できない場合がある北総鉄道は首都圏の通勤路線の中でも運賃が際立って高いこれはもともとの建設費用が高くついたことと千葉ニュータウン事業計画の未達、当初の計画人口34万人に対して2017年7月末時 の人口は97,965人による利用の少なさに由来する。中距離の運賃設定は JR 東日本大都市近郊区間は元より大手私鉄と比較しても高額になっている。距離に対する運賃額は運賃のお参照。さらに乗り継ぎ割引が若干あるものの直通先に京成電鉄東京都交通局都営浅草線。 京浜急行電鉄と事業者が連続することから、都心部や京急線との間を利用する場合は、事業者ごとにそれぞれ運賃が加算され、トータルでさらに高額となる。北総鉄道の定期券の割引率について、1ヶ月有効の通勤定期券の割引率は30%で、ある都営線まで乗り継ぐ場合は3車線割引で、形成。 北総線分は5%引きとなり割引率は33.5%となる。6ヶ月有効の定期券で割引率40.15%となり、平均して週5日以上を利用しない乗客は普通乗車券や回数券の方が単価が安価である。北総線内にある駅の定期券売り場では、京成電鉄が発行する京成カードのみではあるが、 クレジットカードによる定期券購入が可能である。ただし、定期券が高額なため、定期券売り場には、形成カードで定期券を購入される場合は、カードのご利用可能枠をご確認くださいという旨の掲示がある。パスも定期券で、北総線の定期券を発行した場合、1万1、紛失しても再発行が可能である。なお、沿線の印在市、白石では、 過去に北総線通学定期券助成制度を設けていた有効期間が二0 1年七月十六日を超えない通学定期券のみ有効だったが後日の値下げ実施に合わせて定期券の割引率も引き上げられたため終了した。成田スカイアクセス開通後は北総線の線路で京成電鉄が空港アクセス列車を運用しているため北総鉄道に線路 施設使用料収入が見込まれることから、沿線市町村、一部県議会の議員は、北総線の運賃を引き下げる、要関係機関などに求めている。北総線沿線自治体の市民有志は、財布を落としても定期を落とすなと言われると国会でも指摘された、北総線の高額な運賃の現状、及び成田スカイアクセスの運賃が、北総線沿線利用者の高負担で支えられている。 現状を改善することを目的として、有志グループ、北総線の運賃値下げを実現する会を結成し、北総線の運賃値下げを求める住民運動を起こした。2010年5月、沿線住民ら5人は国を相手に、形成への運賃認可取り消しを求めて、そした。2013年3月26日、運賃設定に、問題は認められないとして、東京地方裁判所は、 原告敗訴の判決を下した。原告は控訴したが、2014年2月19日に、東京高等裁判所は控訴棄却、2015年4月21日に、最高裁判所も同じく上告棄却としたため、原告敗訴が確定判決となった。2013年10月には、沿線有志自ら、印在しだ花地区、千葉ニュータウン中央駅から3キロメートルほど、 より新鎌ヶ谷駅に至る路線バスを走らせる実証実験をはじめ、2014年6月より生活バス千葉入として本格運行することとなった。路線バス運行は貸し切りバス会社鎌ヶ谷観光バスに委託し、30から60分間隔、24往復、大人片道300円、IC 乗車カード使用不可、所要20から30分で月から金曜日、 祝日含むのみ運行を開始した。2009年の衆議院総務委員会2009年3月13日では、成田財特法改正案の審議の中で民主党の田島要がこの問題を取り上げた。国土交通省鉄道局次長は、千葉県と関係市町村で構成される北総鉄道利用促進協議会に参画し意見を言っていきたいと、これまで通りの答弁をし、 成田財特法によるインフラ整備や運賃を下げる他の資金援助といった北総鉄道への支援については消極的な姿勢を示した。2009年11月の北総鉄道、京成電鉄と千葉県及び沿線8自地帯、市川市、松戸市、鎌ヶ谷市、白石、市、船橋市、印西市、元野村、印馬村。二村は2010年3月に印西市に編入し、 現在は、沿線6市との合意に基づき、2010年2月19日、成田スカイアクセスの開業日、同年7月17日決定と同時に、運賃の認可も行われ、北総鉄道も、運賃改定の認可を行い、成田スカイアクセスの開業日から、運賃値下げを行うことになった。初乗り運賃は200円から190円になるなど、普通旅客運賃は、 平均4.9%、通勤定期は1.1%、通学定期は平均25%の値下げとなる。しかし、この問題をめぐっては、白石議会が補助金支出を否決。最終的に横山久志雅子市長の専決処分により拒出されたものの2011年の市議選、市長選まで混乱が続いた。北総鉄道は2012年度に 債務超過が解消し、これを受けて、白井、臨済漁師が現行の補助金支出の期限である2015年3月をもって補助金拠出を打ち切ることを表明した。これにより、現状のスキームの維持は困難となり、2014年4月、沿線六市は補助金拠出終了を正式に表明した。これを受けて、北総鉄道は、通学定期券を除いて、 運賃の値下げ幅の縮小、値上げを表した。2014年12月19日、北総鉄道は2015年2月10日から運賃を変更する旨、国土交通省に届け出を行った。なお、千葉県及び関係市町村の補助金拠出が2015年4月で終わるのに対し、運賃の値上げは2月からとなった。これは、 パスもシステムの更新時期と合わせる必要があったためで、ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。